キリギリスの買い物、村山和子。ある八百屋さんの店にキュウリが山のように積んでありました。その山のてっぺんで一本の大きなキュウリがぐーぐー眠っていました。はじめは一番下にいたのですけれども、どんどん仲間を押しのけて、いつの間にかてっぺんによじ登り、いい場所をとってお昼寝していたのです。こういうキュウリを横着キュウリと言います。そこへ一匹のキリギリスがキュウリを買いに来ました。キリギリスがキュウリを大好きなことを知っている八百屋さんは、一本4銭より安いキュウリは一本もありませんと倍ぐらいも高く言いました。キリギリスは困ってしまいました。なぜと言って、キリギリスは一銭どうかを2枚きりしか持っていませんでしたから。そこでキリギリスは八百屋さんに、どうか2銭に負けてくださいませんかと頼みました。八百屋さんは、いいや、どうしても4銭より負けられませんわいとプリプリして断りました。それからキリギリスと八百屋の主人は口々に、どうぞ負けてくださいませんか、いいや、負けられませんわい、どうぞどうぞ負けてくださいませんか、いいやいいや、負けられませんわいと言い争いました。八百屋さんはもともと大層気の短い人でしたから、とうとう癇癪を起こして、いきなり足の先で、えい、このめんどくさいキリギリスめと、キリギリスを力任せに蹴っ飛ばしました。けれども風のように身の軽いキリギリスはその時、えいと身をかわしたので、八百屋さんの足はキュウリの山のてっぺんで気持ちよさそうに、さっきからお昼寝していたあの横着キュウリの横っ腹にドカンとぶつかりました。あ、いたった、いたった、いたった。びっくりした横着キュウリは目を覚まして大きな声を張り上げました。気の毒なことに、横着キュウリは真ん中からポッキンと2つに折れてしまいました。キリギリスは2つに折れたキュウリの半分を拾って八百屋さんに言いました。1本が4銭なら半分は2銭でしょ、ですから2銭お払いしてこの半分をいただいてまいります。私は生まれつき少ししか食べられませんから、これだけでも多すぎるくらいです。そしてキリギリスは八百屋さんに銅貨を2枚チンチンと渡して、横着キュウリの半分を買い物かごの中に入れて帰っていきました。八百屋さんは腹が立ってわめきたくなりましたけれども、いくら指を折って数えてみても4銭の半分は2銭ですから、怒るわけにはいきませんでした。なかなか利口なキリギリスですね。そう思いませんか？